こんにちは。こんにちは。今日はですね、バレー部の岡田選手と松尾アナリストの方にお越しいただいておりますけども、お二人なんですけども、8月末からですね行われました2022年度第21回 西日本大学男子バレーボール学年選抜対抗戦ということで、関西の学連の代表メンバーに選ばれまして、見事関西学連選抜が優勝と、全勝優勝ということで、おめでとうございます。まずどうですか、優勝できましたけども、まず選手として小川選手どうでした、大会。そうですね、やっぱり、優勝したメンバーの中に入ってたってことで、全然レベルが高くて、その中でプレーできたことは自分の経験にもなりますし、それをチームに持ち帰って、そのチームにもつなげられる大会だったのかなとは思っています。でもやっぱこう頂点に立つっていうのはやっぱり嬉しいもんでしょう。そうですね、大学入ってから頂点になったことがなかったので、とても嬉しかったです。なるほど、わかりました。で、松尾選手なんですけど、どうしても分析班というか、もうアナリストとして今回チームに選ばれた、これもまたちょっと珍しいケースというか、すごいなと思ったんですけども、どうですか、こうアナリストとして優勝ということで、どういうふうに振り返られますか。そうですね、この入学した時に、その最初の4年間の中の目標の一つが関西選抜でアナリストすることで、そういう目標があって、まず一つ叶えれたっていうのがすごい嬉しくて、それでやっぱり分析している中で、ずっと関西でライバルのみんなと一緒にできたっていうのはすごい感慨深いですし、そのみんなの力をもう少し発揮できるようにデータ分析したりとかして、そんな細かくっていうことはチームが結束してすぐだったのでできなかったんですけど、その中でやっぱり目に見える優勝っていう結果で、8年ぶりかなんかで関西が優勝させれることができたんで、そこは本当良かったですし、これから敵になっていくんですけど、すごいいい経験させていただきました。なるほど。でね、まずはアナリストもおっしゃってましたけど、これからねリーグ戦に向けてこうお互い一緒になったけど、今度はそれぞれのチームで敵同士になってしまうというところなんですけど、どうですか、この今回 その学連、優勝、愛知県で、ね、ずっと行われたんですけども、合宿を通じてこう一番良こうかったなと思ったところというか、学んだところも含めて、岡田選手、どうでした。そうですね、その自分たちのチームにないところっていうところで言うと、その試合している最中のタイムアウト中の声かけがやっぱり選抜のメンバーは違うなと感じていて、それがそのいろんな選手がいろんなことを喋って、でコミュニケーションを取っていくということを積極的にしていて、簡単にはないところですし、それが、その積極的にコミュニケーションをいろんな選手がするということは大事なんですけど、それをまとめる人もちゃんといなければいけないなと思ったので、関大ではコミュニケーションとか取ることも必要なんですけど、自分がそれをまとめて一つの意見にしたいなとは思いました。じゃあ結構そういう部分でも、その大学にないものをちょっと学んで、この秋に生かしていこうっていうような気持ちってことですよね。そうです。なるほど。で、松尾アナリストなんですけども、どうでしょう、そのこれまでで、基本的に関西大学のための分析というか、いろんなこう試合を分析したり選手を分析したりということだったんですけども、今回は近畿のこうやっぱりトップ選手が集まって、それをある意味いろんな特徴なんかもこう掴んだりとか、相手の分析もしたと思いますけど、どうですか、そこからこう見えてきたものというか、何かあります。そうですね、難しいな。なんか結局みんなやってることは大学とか同じことなんですけど、それでも相手コート挟んで見てる目線と自チームのコートから見てる目線では全然違うくて、僕も実は今回ちょっといろいろあってコーチの立場でベンチの方で入って入力したりとかしてたんですよ、それでそれまでデータ伝えたりっていうことしてて、その時も小田も言ってましたけど、本当にベンチでの声がすごくて、思ったよりちゃんと本当にみんな考えてるし、話しすぎて結局そのタイムアウトの時間に話がまとまらないぐらいなったんですよ。話しすぎて、時間決まってますもんね、で、マジかって、僕関西大学やったら岡田が言って、でキャプテンの池田が言って、で僕が最後パッてまとめたりして、終わるんですけど、
なんか全員が全員なんか話してて、結局なんかタイムアウト取ったのにみたいな、あそれもそれでおおって感じで刺激もらいましたね。岡田選手、そのあたりのことをっていうことですか。そうですね。あ、そんなになんかそのタイムアウトのこう時間が足りないみたいな。そうです、そうです、本当。はあ。ブロック一つでもそうだし、スパイクだったり、そのトスの配球を聞いてくるセッターがいたりとかして、それに応えてる間にこっちではどんどん別の話が進んでる。はい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 。で、結局、さっき何言ってましたみたいなのあって。おなるほど。そういうことか。やっぱ、こうトップの選手たちではやっぱこうちょっと違うのかな、視点が。そういう意味で、その細かいところまでやっぱしっかり見てプレーしていると、試合に対して迷わないですね、あの発言に対して、はいはい、その躊躇、寛大って結構気使って言わないこととか思っても、うんうんうん、その前で終わったりとかするんですけど、あの関西選抜とか、あのまあそういうキャラの子がいるんですけど、うんうん、キャラの子があのそのミスった後にすぐ遠くにベンチにいる子にもさっきのあれもっとこうしてとか本気で言うんですよ。ほう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 。で、寛大とかだったら全然試合終わった後とかにちょっとなんかいじる感じで言ったりとかするんですけど、もう関西選抜をとにかく言うみたいな。はあ。で、うんうん、言って伝えて、でそれを言った後修正できる、うん、その個々の高さ、そこは本当にさすがというか、違うと。でもその中で岡田選手がね、こうやってたわけですけども、やっぱその辺でそのプレー面とかに関してもやっぱこうやっぱ学んだところというか、さっきね、いろんなそのね、松尾選手アナリストが言ったようなところありましたけども、なんかこう技術的な部分とかってなんか感じるところありました？その技術面でいうと、まあ、いろんなチームから集まってて、うん、セッターとトスを合わせなきゃいけないとかあったり、それが短時間でトスを合わせなきゃいけないんですけど、まあ、それがちゃんとスパイカーの技術が高いからこそ合わせられなくて、うん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 、まあ、だからこそ優勝になったチーム力を高められる選手たちだったのかなと。なるほど。ということはもう今度は秋に向けてはこう岡田選手がそういう選手でチームの中でなっていかなくちゃいけないのかなというふうに感じましたけども、どうしよう、まあちょっと秋に向けてという話にしますけども、どうしよう、今、もう本当に開幕、9月ここ10日か、はい、に同志社大学と、開幕戦決まってますけども、どうですか、マトアナリスト、こうチームの状況、こう分析アナリストとして見たときにどういう状態と感じられてますか？チームの状況としてはそんな悪くないとは思っているんですけど、やっぱりその今回いろんなチームの、ね、個々のエースとかあの辺を見たときに、まだまだちょっと個々で劣ってるっていうのは目立ったような気がします。岡田もいい選手なんですけど、他の大学、関西学院の他のチームに分けますと、天理とかで4人とか近大でも4人とか選ばれてて、その選ばれてる子が今試合でレギュラーじゃないっていう場合も普通にあるんですよ。ってなった時に関大はここじゃ多分勝てないから、うん、ここからもう一回チーム力、チームとしてその大学に勝つっていうのを心がけて、うんうんうん、今はその個々のプレーも結構こだわってはいるんですけど、その チーム練習とかゲーム練習でしかできない細かいところをまあ練習止めて一回やり直したりとかして、まあ、チームとしてそのアキリーグ戦っていこうっていうふうにはずっとやってます。なるほど、分かりました。で、まあ、岡田選手、まあ、その中で、ね、中心選手になってくると思いますけども、岡田選手はあの去年の秋に、ベストスパイク賞でしたっけ、はい、取って、で今年の春は2位だったんですよね。そうです。やっぱ個人の力がすごいね。ミドルの選手、ミドル選手やね、ミドル、いやすごいなと思って、やっぱりアタック力、やっぱり素晴らしいものを持ってるなと。やっぱりどうでしょう、岡田選手がやっぱりこうチームを引っ張っていかなくちゃいけないプレーとして、どうですか、そのラストイヤー最後のリーグ戦になりますけど。そうですね、まあ、自分が、まあ、攻撃の面ではと、まあ、ブロックの面では、まあ、引っ張ってはいけないかなとは、まあ、自分でも思ってますし、まあ、そのさっきの松尾が言ったように、うん、まあ、チームで勝てばいい話なので、うん、チーム力を高めるために
自分が先頭になって攻撃では自分がおとりになることもありますし、まあ、ブロックでは、まあ、後ろもレシーブがいるので、うん、まあ、そのレシーブの人が拾いやすいブロックができるようなチームとして作れるようには心がけています。ということは、まあ、まあ、大体だったらもう春2で悔しくて今度もう一回取り直す取るぞと、うん、こう気持ちになるんですけど、それよりもやっぱこうチームがどう勝つかみたいなところを強く意識してある。そうですね、まあ、最終的に賞を取れればいいかなと思っていて、うん、でも一番はそのチームの勝利が一番かなと思って。なるほど。ちょチームがどうやったら勝てるか、そこを、まあ、松尾アナリストも言ってましたけど、そこにこう皆さん意識を置いてというところなんですね。なるほど、分かりました。じゃあちょっと最後にしたいと思いますけども、もうリーグ戦始まりますけども、お互い4年生でラストです、はい、どうしよう、まあ、どういうリーグ戦でどういう戦いを見せたいかっていうのを、まあ、それぞれ立場は違いますけどもお願いしたいんですけど、どうでしょう松尾。そうですね、本当に今年は、まあ、去年は結構個々で戦うってことが多かったんですけど、まあ、春リーグからチームで勝つっていうことが本当に多くて、うん、まあ、それのまあ、最後もう一回秋でもう一段上のチーム力を見せて、その中にあの僕たちアナリストのデータであったりとか、まあ、勝負するところは勝負して、あとはもう選手にお願いしてっていう感じで、もう本当にベンチ、あの外のマネージャーとかも全部含めて、今回のスローガンであるオールインをテーマにチームであの勝って、それが関西の優勝に繋がればいいかなと、うん、そうか、オールインなんですよね、全部出し切るというか。どうですか岡田選手、最後お願いします。そうですね、やっぱりずっと言ってるようにチームでオールインでスローガンがあるんですけど、まあ、オールイン全てをかけてチームで勝ちに行くっていうことですし、まあ、個人としてもラストイヤーなんで、まあ、悔いのないように最後の集大成で、まあ、勝って終われたらなと思います。わかりました。今日ですね、バレーボール部男子のですね、岡田選手と松尾アナリストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。